はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、またクラン対戦リーグから行きたいんですけども、タウンホール12のね、攻撃をちょっと見ていきたいと思います。で、まあやっぱりね、今空の時代ですね。本当にまずクロスボウがね、かなりアップデートで強化されたっていうことと、相変わらずね、防衛軍のアイスゴーレム、あいつがね、かなりいい仕事を、まあ、防衛面ではしてくれていて、守る意味では助かるんですけども、攻める意味ではね、本当にきついので、まあ、これを、引っ張り出す心配がない、空ユニットっていうのがやっぱり強いなと今思っていて、で、改めてね、ちょっとまあ今日は、皆さんもしかしたら見慣れてるかもしれないんですけども、いろんなね、配置でこういう、コウモリの攻め方って、見て損はないと思いますんで、ちょっとね、改めて挙げさせてもらいました。で、今回攻めてくれたのはユーロさんですね。で、まあ、タウンホール12からすると結構まだね、序盤で、そんなに硬い村ではない。で、それに相手にね、こちらの攻撃側は完走してますんで、まあ、結構優位なんですけども、まあ、これをコウモリドラーでね、取っていくということになるので、ちょっと見ていってほしいなというふうに思います。で、非常にまあスムーズですよね、この攻め。このね、コウモリのやっぱり天敵はマルチインフェルノタワーと、あとウィズ島ですので、まあ、それをね、フリーズだったりとか、アチャクイとかね、ライドラでこう無効化、ターゲットを取ったりね、潰したりして無効化しながら、あとはいかにね、コウモリを放っていくかってことになるんですけども、今回のユーロさんの攻めはね、この9時側にあったここのね、ウィズ島っていうのを、フリーズで凍らせながら、一気にね、レイジコウモリで押していくという格好でしたね。で、コウモリの呪文の、まあ、メリットっていうのは、まあ、当然対空砲とかシングル IT なんていうのはもうバカバカ折っていけるっていうことに加えて、今ね、こうドラゴンが束になって動いているのを見てもらってわかるように、空ユニットの進軍経路っていうのをね、結構こう限定できる、まあ、要は簡単にルート作りができるっていうことなんですよね。まあ、よく言う L 字ってやつですね。で、これが作れるので、まあ、今回ちょっとね、防衛軍を引っ張り出しちゃったがために、こんな風にね、ドラゴンがアイスゴーレムに固められちゃいましたけども、まあそんなことがあっても前回まで持っていけるということで、やっぱり今ね、ドラゴンが結構強いこの環境下において、相対的にね、クイヒーだったりとかのボーラーをたくさん使った陸戦術が、苦戦しているという中ですので、もうこのコウモリを、ね、交えた攻撃っていうのは、まあ、かなり有効性が高いのかなというふうに思いますので、クラの中でね、もしも、コウモリ編成っていうのはあまりメインでやってる人が少ないよっていう場合には、ぜひね、ご視聴いただいている皆さんが、そのコウモリ使いに、ね、なると、クラン全体のその全開率っていうのがぐっと上がると思いますのでね、ぜひ、トライしてもらえたらなというふうに思いますね。やっぱりまあ、なんて言うんでしょうね、ユニットレベルの差はあるにせよ、あそこまで捕まってね、これだけの、余力を残して全開取れるっていうのは、まあ、やっぱりドラゴンの強いところですね。はい、お見事でした。ちょっとね、冒頭、少し修正するところは、まあ、ご本人的にもあったかもしれないんですが、まあ、今回はね、あまり細かいところは見ずに、コウモリの使い方っていうところをね、大雑把にこう、話していきたいと思いますので、もう一本、今度私が攻めてあってですね、今度は、相手カンストです。壁は全然ですけどね、この相手に、私もコウモリで言ってるんですけども、まずはね、コウモリを撃つ場所、ここです。このウィズ島の上ですね。なんでかっていうと、まずインフェルノタワー見てください。これ、全部シングルなんですけど、ここに打った場合、ウィズ島が邪魔ですね。いっぱいある。まあ、ライドラとかね、アチャクイで壊しちゃうっていう手もあるんですが、こんだけあるとちょっとね、事故が怖い。で、こちら側から打っていくと、対空砲が遠いんですよね。遠いので、ちょっとね、対空砲を壊したかったから、ここはなし。で、今度こっち側、違うか。他のところっていうのは、まあ、あんまりもう、候補にならないですね。打つとしたら、まあ、1、2、3と、まあ、この辺だと思うんですけども、まあ、今言ったようにね、どう考えても戦果が一番上げれそうなのがここだったんで、まあ、この位置から打ちましたね。で、最初出したライドラっていうのは、本当は、まあ、ウィットのターゲットを取ろうと思ったんですけど、うまくいかなかったよというところですね。はい。で、あとは、ドラゴンとバルーンをこう、バーっとね、出していって、で、タウンホールのところでレイジーで、タウンホールのね、爆破ダメージをトームで回避しながら、あとはゴリ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 押していくっていう感じですね。
当然ねドラゴンって無差別攻撃なんで、今こちらのね、3時から1時面にかけてはここあのババキン と, クイ、とクイーンでこうカットしてますね。これでこう、ドラゴンが外側に流れないことだけは意識してます。これはねしっかりやっておかないとドラゴンが一気にね外側に流れちゃって、で真ん中、まあ、中心からの防衛線にバカ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 打たれちゃうという事態になりかねませんのでね、ここはよく注意してもらった方がいいと思いますね。コウモリ戦術からのドラゴンを使う場合には非常に重要ですというところで、まあ大体エッセンスは以上なんですけども、まあ、いくつかこの編成にも使い方が違うパターンがあって、まあ、一つはね、ドラゴンの代わりにライドラを使う場合ですね。で今回私が攻めたこの配置っていうのは結構ね隙間が多かったんで、ライドラよりはまあドラゴンの方が伸びるかなというふうに思ったんでドラゴンを選んだというところ。あとは結構ちょっと1週間ぐらい前かな、ジョーカーさんがね上げていた動画、これもぜひね合わせて見てほしいんですけども、ドラゴンのね、まあ、あの時はライドラだったかな、確か。で先にこうライドラとかをバーッと出していってから、そのね、ライドラたちがある程度削りを入れた上で、コウモリをね、撃っていくという、まあ使い方もありました。でね、そっちの方が確かに、汎用性というかね、まあ、どんな配置にでも割とそのドラゴンないしはライドラコウモリが使えるんですけども、その分難易度も上がりますので、事故りたくないよっていう方はね、最初からコウモリをこう撃てるような村だったりとか、まあ、そういうね撃ち方っていうのを選んでもらった方が、まあ、コウモリの破壊する施設数っていうのは確かにそこまで伸びない、まあ、ジョーカスの紹介してるね方法ほどは確かに伸びないかなと私も思うんですけども、代わりに事故は少なくなるので、こっちの方法っていうのをまずね導入編としてはやってもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。であとはちょっとさっき言い忘れましたけども、こうねドラゴンとバルーンをバーッと一気に出していって、3ホールのところでレイジからのトームで爆破ダメージを抑えつつ、3時1時目はねこうしっかりババキンのねフィストを早めに使うべきですね。早めにフィストを使ってババキンがまあ多少先行するぐらいの方がいいと思いますね。でこうやってしっかりカットをしながら、ドラゴンの進路を中心方向にこう限定していくということでね、全開が取れています。はい、というところでね、やっぱりまあ今冒頭言ったようにコウモリだったりドラゴンの戦術っていうのが非常に汎用性が高くて強いです。なのでね、まあ、これからもいいコウモリ動画とかがあったら見飽きちゃうかもしれませんけども、環境がある程度ね変わってくる、まあ、潮目が変わってくるまでは継続してね出していきたいなと思いますので、またぜひご視聴いただければというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。